はい、皆さんこんにちは、のべんです。信長の野望大使やってきますでしょう。さあ、島津四兄弟の天下取りがスタートしました。まずは初戦、多賀城川の戦いで大友家と激突しました。で、なんとかこれを退けて、今から大友家を領土に切り込んでいくところでございます。じゃあ島津義久を総大将に頑張っていきます。よし、やっていきます。さあ、今からここ阿賀田城へ向かいましょうか。さあ、落とせるかな、頑張ってね。で、兵糧もそんなに多くはないから、なんとか頑張ってほしい。はい、阿賀田城到着。阿賀田城はじゃあ強攻67。はい、さあ行くと、大友家がこっち来ないか心配だけど、報告まずは大丈夫。先月の収支です。さあ、表情でございますね。はい、表情ね。かような策はで、新しい方策提案、了解。じゃあそうね、肥料かで、あと英才教育、これも提案されたんだよね。これ欲しいな。それと提案強化1か、これも欲しいな。これも捨てがたい。んー、まあなので、まあ軍事と論議かな。とりあえずこの2つ。よし、ナイス。島津忠長で、島津家久で義弘。はい、これにて表情。さあ、これで大名発言か、これもいいよね。英才教育が欲しいもんばっかやな。まあとりあえずそうだな。じゃあ大名発言で絶好調の確率上昇しよう。はい、まあこれでいいでしょう。ご命令ください。さあ、どうかな。向こうの兵も回復してきてる。やばい、集結と思ったら集結解散した。よかった。本願寺家は、織田家によって滅ぼされました。織田さんの勢いがすごい。さあ、今月中に阿賀田城を落とせるでしょう。で、大友家の軍勢も来ないから、よし、阿賀田城は取れそう。さあ、どうだ。はい、阿賀田城の本丸落とした。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。さあ、で、この人を捕獲したんだね。はい、じゃあ逃がしてあげましょう。かたじけない。さあ、兵がだいぶ少ないな。行こう。あ、こっから次はいけんな。あ、無理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 だ。ここもきついな。まあとりあえずここで大友家と壊しましょうか。はい、はっ。で、ヨシヒーサはじゃあ起乗してください。お疲れー。さあ、どうかな。さあ、ここはできるでしょうか。で、現行録1個達成で、夏になりました。先月で、もうすぐで兵糧入るね。ご命令ください。さあ、では次の月に進める前に感情も上げておこうか。あー、この人だいぶ忠誠心が低いね。じゃあとりあえず1個、はい、感情を上げて、で、メラさん、メラスケツグさん、じゃあこの人にも感情を上げておいて、で、他は、あー、この人も能力高いね。かたじけない。能力が高いのは、あとはまあこんなもんかな。じゃあとりあえずこの人にも、はい、かたじけない。この伊集院忠宗さん、だいぶ忠誠心低いな。どうして。かたじけない。で、長倉さんもちょっと心配だから、かたじけない。はい、あげとくよ。オッケー。じゃあ進めていきましょうか。さあ、大友家講話してくれるかな。必ずやと思ったら仕掛けてきたね、大友総理。はい、キリシタン奨励ドーン。さあ、どう。で、大友家と交渉いたします。はい、金銭3000を大友家に譲渡か。まあしょうがねえか。そう、なんで私が金払わないといけねえんだ。はい、大友家と和を結びました。私が勝ったんじゃなかったのか。で、次はどうしましょうかね。阿蘇家狙うか、まあ大友家やるまでちょっと準備しよっか。だよね。さあ、それでは内政を進めていきましょう。大友家と再度戦うために内政をしっかり整えていきましょうね。はいよ。はい、実震祭の手紙イベント。島津家中高の祖島津実震祭。彼が勇武英略をもって他に結出しと評したのが島津隆久次男島津義弘である。義弘はその圧倒的な軍事的才能により島津家の軍事総司令官としての役割を負い、何よりも戦いがもてはやされる戦国乱世においてはひときわ目立つ花のある存在であった。木崎原での勝ち戦を見ても義弘の合戦の際は傑出しておる。さすが実震祭様の見る目は確かだ。何をおいても戦に勝つことこそが本になるこの乱世、わしのようなものが島津の主でよいのか。島津義久は義弘のように前線に立つのではなく
島津家の当主として後方に控えている機会が多く、どちらかといえば寡黙で、手柄も大部分は家臣に譲る控えめな姿勢が多く見られる人柄であった。殿、よろしいでしょうか。ああ、どうした弟よ。年久か、どうした。はい、蔵を片付けておりましたら、このようなものが。これは書状か、わしに実心斎様から。しからば、私はこれにて。実心斎様がわしに何を伝えようというのだろうか。善も悪、悪も善なり、心よ心、恥を恐れよ。善も悪、悪も善なり、善も己が悪と思えば悪、悪も己が善といえば善、それが君主か。主上愛願を知るべし、不動明王、愛善明王、いずれも憤怒の僧なれど、真心には主上への愛がある。細やかな過ちであれど、教え悟せばいずれそのものの糧となる。過ちを見過ごすこと、当座は憐憫となれども、後には身を滅ぼす禍根とならん。薩摩のため、島津のため尽くすとき、主ならば己を捨て過ちを改めねばならない。古豪に怒りなくとも怒り、怒りあれども答えねばならんこともある。どのような場合も断り、法に従うのだ。うちには決して人を傷つけぬという優しさを持ち、外には過ちを正すをためらわぬ強さを見せる。それが真の慈悲というものである。義弘はただ心のままに生き、心のままに戦うまっすぐな男、それでよい。されば、真の慈悲を得て三州の主たる男は義久、そなたしかおらんであろう。実心斎様、かたじけなきお言葉にございます。島津実心斎は島津義久を評してこう言った。義久は三州の総大将たるの在徳、自ら備わりと。どのような時でも己を殺し、ただ主権のためにその身を捧げた義久こそ、まさに実心斎の後継者に、島津の総大将にふさわしい名称であった。武将として稀有な才を持ち、天下にその勇猛さを届かせた弟島津義弘も終生義久をしか、敬い、こう言っていたと伝わる。あらかじめ恥ずかしくも義久公の舎弟となりて、義久公の弟として生まれたことは身に余る光栄である。おお、この兄弟っていうかね、親子三代にわたる絆が見えるエピソードですね。ああ、素晴らしいな、これは。先月の終始です。さあ、兵糧が入りましたよ。秋。いいね。秋になりました。で、兵糧は1万9000入った。で、現在、兵糧は3万4000か。まあ、大掛かりな遠征はできないにしても、1個か2つぐらいは、お城取っていきたいね。さあ、では、大友家に宣戦していきましょうか。領土切り取っていくぞ。覚悟せい、陣ぶれを出せ、戦の支度をせ。さあ、薩摩兵庫たちを武器を取れ。ただ影よ、総理が首を上げるのだ。大乗りを信じたねか。で、新罰を恐れるがよい。さあ、新罰やら来るのかの。あーで、サヨン直撃様、助立ちあで、さがらき、ありがとう。さあ、行くぞ。で、心ばかりでした。兵糧400 少ねえ。じゃあ、とりあえずこう行きましょうか。岡城、岡城はかなり有利に戦えそうだね。で、もうちょっと兵を増やせれば、もうちょっと前線できるんだけど。あー、これが精一杯か。まあいいか。さあ行くぞ。こっちね。我に続く。さあ、お菓子を取ってくぜ。この心出し。さあ、必ず、キリシタ勝利か。してみせようぞ。さあ、そして、鈴木が、祖豪家によって滅ぼされた。あー、最下衆がやられたんだ。さあ、集まれ。報告いたす。これより表情。はい、表情でございます。さあ、表情はね、そうだな、結構取ってるからな。まあ、軍事と論議ってところかな。軍事と論議。はい。ピカーナイス。かばやま、よしひささん。で、よしひさで、よしひろ。オッケー。これにて表情を。よし、提案強化1取ったから、だいぶ。あれだね、増えてるね、ポイントが。で、これ見てみると、そうだな。じゃあ、宿老村長で、古参の提案力上昇しよう。はい。で、次は、
ゆくゆくは聖夜市から取りたいからな。まあとりあえずここはステイにしておいて、じゃあ港湾整備取っていこう。はい。でこっちはまあこのままでいいか。ご命令ください。さあ行くぞ。はい。さあ岡城取るぞ。さあ岡城到着。岡城は包囲。包囲39日か、早いね。はい、いいでしょう。さあ他の部隊来るかな。報告いたす。古代っぽいな。先月の終始だ。さあ岡城落としていきましょう。さあ大友家の軍勢来るか。あで結城家が北条家によって滅ぼされた。大友動かないね。どうしたんだろう。で岡城兵糧攻めを取った。ナイス、オッケー。さあ一平の損害もなし。で次はまあこっちかこっちだよな。府内館。んー、じゃあ府内館に行きましょう。我に続け、はい、さあどうだ。はい、で春になりました。オッケー、報告いた。さあ行きますぞ。はい、府内館。府内館目指していくよ。で府内館到着。ここはほい79時か。はい。誰かに裏切りやがった。我らを大友に追い方に出す。うわー、なにマジか。どうしようどうしよう、どうなるこれは。大丈夫かな。さあ兵糧がだいぶ心もとなくなってきたわけですが、向上性を見てみるとあと3日でこの府内館落ちるね。じゃあ落としたらすぐ騎乗させよう。さあ大友家が仕掛けてくるよ。必ずや果たして。はい、キリシタル奨励ドーン。でこっちは山名家が織田家によって滅ぼされた。織田がすごい、どんどん東から来てる。で船内家を兵糧攻めに落としたナイス。さあ吉井さんが抜いたぞ。で捕獲したのはこの人。大友総理の息子さんかな、わかんない。じゃあ逃がしてあげましょう。はい、ありがとうございます。じゃあここいらで大友家に、じゃあここは仕掛けていきましょうか。はいよ、わかったぜ。で吉井さんはじゃあ騎乗してください。お疲れー。はい。さあ大友家全然動いてこなかったね。で、大友家、ここは完了。オッケー。さあ、今こそ織田家を撃つと、あ、織田包囲網が始まった。さあ、これ織田家どうなるかな。まあ、だけど包囲網を進めるとね、いろんな小勢力も戦闘に加わっちゃうからね。そう、小勢力が飲み込まれる可能性もあるっていうね。さあ、で、秋になりまして、兵糧が入る。で、一品を持ってきた。じゃあ、そうだな。じゃあ、この、松花かな。かしこまりました。大名の保有時は配下全員の忠誠上昇。素晴らしい。じゃあ買います。ありがとうございました。さあそろそろ会員も欲しいな。で兵糧は2万4000入った。素晴らしい。さあ長宗我部家と大友家が苦戦だったか。まあゆくゆくは両方とも攻めるからな。じゃあここは苦戦戦で。はい。さあで冬になりましたね。だいぶ待ってんな私たち。今回はのんびりやっていきましょうかね。さあじゃあ私たちも大友家に攻めていきましょうか。さあ行くぞ。陣触れを出せ。戦の支度をせ。さあこれが3回目の戦線かな。さあ大友家確保。あで麻生家貴様。あで坂田家ありがとう。さあ行きますよ。で兵糧は740差し入れてくれました。ありがとう。じゃあ現在長宗我部家がこっち臼杵城攻め入っていくんで、じゃあ私たちも攻め入っていきましょうか。で向こうの兵はだいぶ少ないな。じゃあ、はい、じゃあ吉井が頼んだ。さあ行くぞ。はい。この心。さあ長宗我部より早めに到着したいんだね。果たしてみせよう。さあキリシタン勝利ですよね。はい、どう。さあ長宗我部より先にここ臼杵城を取りに行きましょうか。さあ頑張って頑張って。さあ頼んだぞ。でこっち石木家が織田家によって滅ぼされた。あーやっぱり小勢力が飲み込まれてしまった。でこっち西園寺家は長宗我部家によって滅ぼされた。だいぶ長宗我部家が強くなってきてるね。さあ臼杵城到着。臼杵城は方位78日か。2、3ヶ月ぐらいかかるのね。さあで家康も頑張ってる。さあ落とせますでしょうか。で今さらもう長宗我部家が来てももうあれでも遅いよ。うわー待ってやがる私たちにプレッシャーをかけてるのね。さあどうだどうだ。でーまた織田家によって取り込まれてしまった。もうこういうもんなんか参加しちゃダメだよ。今どんな感じ。
めちゃめちゃ広がってるじゃん、大田県。すげえな。私たち勝てるかな。で、やっと杉城を取れたか。ナイスナイス。お疲れ。押し抜けたな。で、この二人を捕獲しました。はい。いや、超速攻撃はもうあっち行って、もう邪魔ですからね。さあ、こっちは落とせるかな。結構厳しいな。ちょっと、通て、制限的にちょっとまずい。ここ。振り返るな。まだ兵糧も大丈夫だね。はい。さあ、どうかな。で、集まってきてるよ。さあ、やっと戦いができる。はい、戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。じゃあ、直接決戦を指揮を取りますか。うん、取る。行くぞー。はい、行くぜ。はい、キグマの戦いっていうのかな。島津義弘 VS 立花同せず。だいぶ私たちの方が兵数的に有利。いや、準決勝育てておいてよかった。さあ、行きましょう。はい、回戦スキーグマの戦い。行くぜ。さあ、行くぞ。今回私は、金、そして、のろしじゃない、のろしじゃないね、うずめび、そして、奈落でございます。で、向こうは、のろし、金、で、鳥居か。だもんで、こっちの方、部隊の人たちには、早めにこっち、のろしを壊してもらおう。だから、私たちも前行くしかないか。始めるぞ。さあ、行くぞ。覚悟せよ。始めろ。さあ、行くぜ。ご命令。で、この辺の部隊も早めに行くしとこう。さあ、行きましょうかね。はいよ。始めるぞ。まあ、罠には気をつけてね。敵の居所。さあ、まず一部隊発見。行く。あー、奈落があった。さあ、大丈夫大丈夫。覚悟せよ。さあ、じゃあ鉄砲。はい。やってやるぜ。さあ、こっち。覚悟せよ。さあ、でも奈落。あー、そこにも奈落。私もそこに奈落置いてんだけど。はい。ご命令ください。さあ、早めに早めに潰さないと。のろしが、のろしが。どんどん敵を集めてしまう。見せてくれようぞ。いけ。やりたい。おい。どうかな。切り込め。さあ、まあ、奇襲、あ、入っちゃった。始めるぞ。さあ、じゃあ、こっちを、はいよ。始めるぞ。やりたい。おい。さあ、で、こっちも来てるからね。どうせが来てるよ。覚悟しろ。で、奈落、いいね。さあ、で、一部隊かかってない。なんだと。で。やりたい。こっちだな。はい。始めるぞ。ご命令ください。で、鉄砲鉄砲。始めろ。切り込め。攻撃。さあ、まずはまずは。まず一部隊壊滅。オッケー。で、次はじゃあこっち行こうか。こっち。こっちこっち。で、こっち。さあ、なんとか抜けれれば。ガシン初段。で、防御力を上げる。やりたい。バイバイ。やりたい。さあ、できればのろしも潰してみてほしい。小部隊いる、小部隊。例えば君、君始めるぞ。やりたい。前へ。さあ、じゃあこのまままっすぐ続けていって。やりたい。大丈夫。やりたい。じゃあこっち、はい、こっちだな。覚悟せよ。覚悟せよ。ここ始めろ。よし、まず一部隊壊滅。で、こっち鉄砲、はい、で、こっちだな。始めるぞ。こっち大丈夫。はい、ご命令ください。しんどくない。結構しんどいね。はい、決して砕けぬ。始めるぞ。ご命令ください。助けていってあげて。ちょっとあっちきついって。覚悟せよ。さあ、で、こっちはのろし、早く潰せ、早く。知れました。あー、で、年下弟よ。やりたい。前へ。さあ、こっちは結構きついよ。やりたい。で、あとこっちは、はい、負けるとは。で、一部隊壊滅。で、こっちも、じゃあ、早く、早く、のろしを壊して。さあ、で、こっち、はい、鉄砲。始めろ。さあ、クラッシュだね。さあ、逃げて逃げて、そこの方逃げなさい。はい、犠牲崩し。思い知るがよい。さあ、どうだ。で、壊滅。負けるとは。さあ、どうだ、どうだ、どうだ。さあ、主力は温存しておいて、はい。で、立場同接隊、オーケー。そうでしょう。おー、壊滅させた、オッケー。さあ、撃退はさせたけど、全滅はさせてないからな。城攻め大丈夫かな。鬼島津の戦、見知ったか。まあでも、だいぶ被害は出してるね。さあ、この後の城攻めですよ。さあ、ヒグマ城落とせるかな。はい。じゃあ、この人も逃がしてあげて。はい。さあ、ヒグマ城、はい、到着。じゃあ、これは強行14日でいいか。うん。あ、まあ、無理した。
さあ来いや。あーで集まってきてる。でヒグマ城、おっしょ、落とした。ナイス。敵じゃなかったな。さあ次はじゃあ、はい、逃がしてあげて、はい、かたじけない。でこれで竜造事件と接することになったね。大丈夫かな。行くぜ。でそうだね、こっちかな。じゃあ劇場落としに行こう。ついてこい、はい、まだヒョロは大丈夫だよね。長宗我部駅の高宗我部近安ですが、神前の奏者として両家の交わりを深めさせていただけないでしょうか。いいよ、仲良くしようね。さあ通称結べる間柄になった。早いね。で今現在木次城に向かってるんですけど、ちょっと兵数戻っちゃったな。これきついね。じゃあこの辺で騎乗させて壊しよう。はい、じゃあ大友家講和、はい、承知いたしました。で私たちも騎乗しましょう。はい、お疲れ。さあどうだ、この心。さあキリシタン勝利だね。はよ、必ずや果たしてみせよう。さあ早く壊してくれ。さあ長宗我部家と大友家が和を結んだ。で私たちも和を結んだね。 OK。 さあ結構大友家の領土切り取ったね。向こうもそんなにあれだもんね、ガンガン行くタイプじゃないね。さあ今回はここまでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よしか、チャンネル登録、高評価お願いします。それでした、ハロー。